皆さん音聞こえますか？こんばんは。今日はですね、2019年の8月の16日、22時9分です。皆さんよろしくお願いします。楽しんでいきましょう。じゃあ僕はいつも通りハイボールの今回ダイエットコーラやろうと思ってます。じゃあ皆さんお疲れ様です。KP。ああ、うまい。キムチチャーハン作ったんだけど失敗しちゃったな。いただきます。昼間の方がうまくいったね。なんかね、油の量が少なかった。うまいね。こんばんは。こんばんは。そうだね、油ダクダクだね。飲んだら見つかんない。ミモザ見つかんないんで出てこないね。どこ行ったんだろうね。チャーハン難しいよ。うん。昼間の方がうまくいったな。野生に帰ったのかな。こんばんは。猫間が配信バラバラにやりたいって。チーズ焼いたのいる？あ、いらないよ、大丈夫だよ。なんでブロック？なんだ、なんでブロックされてんの。もう分かんない。なんか映りたくないんじゃない、お互いがお互い。分かんない。メガホンいらないよ。メガホンいらない。なんもないよ。ネコマがバラバラに配信したいって、だから俺がこっち側に来た。うん、カービィ欲しい。早くないじゃ曲がれないね。きついね。ヘビ見つかってない。月末までだね。ありがとう。匿名さん、花火ありがとう。ギャラクシー、ありがとう。誰だろう。ありがとうね。ツイキャスもそんなでもないかな。ああ、いつもありがとうね。前の方が良かった？どういうこと？ありがとう。一人の配信好きだった。よかったよかった。まったりやろう。飲もうぜ。だ。ライティングは後から変えられるよ。うん、飲んでるよ。そう、別に庶民派とかあんま考えてないけど、なんか変わったように感じるんじゃない、みんなが。新宿の家の時尖ってたかな。ああ、会話脱線しやすいっていうデメリットあるんだから、あうんの呼吸で、そこはある程度経験値必要だよな、コラボはね。わかるわかる。一人だとね、自分のペースでリスナーさんとの掛け合いでやっていけるけど、コラボは難しいよね。うん、テレビないっすね。うん、アングラ感なくなったそう。ライティングでしょ。ちょっとお皿洗ってくるわ。あともう一杯もんってくる。ラブドールじゃないよ。スケさん前髪上げてるけど、うん、ギップル、ああギップル魔法陣ぐるぐる大好きだったな。じゃあ2杯目いきます。 KP、うん、ハゲすぎ。30になったらお前もハゲるんだよ、うん、みんなハゲるよ、うんうん、猫間の方が稼いでる、いいじゃん猫間稼いでほしいね、才能あると思ってるから、うん、それさないよ、ない全然ないよ。 KP 猫間とはしてますね、はい急に来たかな。そう、うん、だいぶ広がったよね、だいぶ広がった風前の灯火ってやつ遺伝でしょ、うん、50代のハゲ方、そういいじゃん、ハゲても彼女いるんだから。痩せたかな。いや体重は72だから結構重たいよ、うん、体重は結構重たい。1回ね65キロぐらいとか64とか標準体重になってみたいね、こう痩せてみたいね、うん、アンチを味方にしたら強いね、うん、毎日ではないね。昨日たこ焼き作って今日キムチチャーハン作ったね、うん、知らない、なんで遺伝じゃないの、うん、遺伝じゃないかな、うん、親父もデコッパゲだから変、写真はね昨日撮り行ったんだけどね、台風で満月だったから月の写真撮りに行きたかったんだけどちょっとうまくいかなかったね、うん、遺伝だね。お昼はIKEA に行ってザリガニ食ったね。今日のハドンさん優しい、そうかなそう普段とあんま変わんないと思うけど優しいのかもしんないね、うんうん、ありがとう。ザリガニなんかね、IKEA ってスウェーデンだっけな、北欧家具じゃん。ザリガニ食べる文化があって、ザリガニのザリガニが2匹とジャンバラヤがあって700円だったかな、それ食べたんだけど、ザリガニうまいんだけど身が小さくて、これくらいのザリガニなんだけど食べれんのこんなもん。うん、いやーミモザ悲しいね。 CM はね30分に1回ですね、うん30分に1回。今でも CM 誰もいないよ、うん、おでこで消費できるかなどうなんだろう。30代前半、俺34だから30代中盤に入ったのよ。坊主似合う顔だったらいいかもしれないよね、スキンヘッドとかね。ヤドカリ美味しかった。ザリガニはねロブスターだよ、簡単に言う。ザリガニがでかくなるとロブスターになるから味はロブスターなんだけど、ザリガニは物足んないなちょっとな。チャーハン食い終わっちゃった、ごめんごめん、うん、お風呂入ってたか、うん、オープニングでパパッと食べちゃった、雑談やりたくて。ミモザどこ行ったんだろうな。いやーもう買わないかな。悲しいね、超悲しいよ。ベジータに見えてきた。ベジータ好きだよ俺。ドラゴンボールの中ではトランクスの次にベジータ好きかもな。ピッコロさんもかっこいいけどね、ピッコロかっこいい。悟空が育児放棄してピッコロさんが親父やってる感じが好きだね、うん、ヘビはね出てこないらしいね、うん、出てきたらいいんだけどちょろちょろってね、帰ってきてほしいね。どこ行ったんだろう、うん、カゴから出ちゃったんだよね、うん、主がお留守やったはいはい、もつこんばんは。もつなんかしばらく来なかったよね。また何、最近配信にはまり始めた。ミモザね、出てほしいよね。白拓さんそこにいるよ。元気だよ。白拓さん元気。花火上がらないのは苦しいな。もう4ヶ月目ぐらいに入っちゃって。ちょっとね、閲覧は上がり続けてんだけど、花火上がんねえのは苦しいな。本当に焦るとかじゃなくて、本当にまずいっていう感じだよね。今月今5万だけど、16日で5万でしょ、収入が。そっから延長代1万引いたら4万円が収入だから、苦しいね。めちゃめちゃ苦しいね。花火上がんないね。辛いね。釈迦大丈夫？釈迦ペコ大丈夫だよ。苦しいね。どうだろうね。いや、バイトはやらないかな。暖かい時期でまだ救いですね。知らない、わかんない。花火上がらなくてつらあるのどうしたかわかんないね。考えてもしょうがないじゃん。そういうもんなんだよ。いやいや、だから最近来なかったじゃんって。いや、モツが最近復活したじゃんって話よ。昨日いたのは知ってるよ。俺はツイキャスの方やってたから、猫間のコメント欄見てなかったから。生活できないのは自分のせいじゃなくてリスナーのせいや。わかんないね。何がどうなってんのかよくわかんないから。まあ、やるしかないよ。配信好きだからさ。テレビで千と千尋やってんだ。シルバーアクセね、今日ね、袋から出して持ってきたよ。ここにあるよ。シルバーアクセあります。こんな感じですね。結構仕上がってきたね。模様が入ってきて。頑張って作ってますんで、こんな感じですね。まあ、しこしこ作り始める感じかな。カズさんのジブリの裏設定、裏設定ではないよ。公式の設定ね。裏設定ではない、あれは。YouTube はね、金そんなに入ってこないね。花火師が一斉に引き上げたのは理由がある。じゃあ理由教えてよ。なんで理由言わないの？今の方が全然いい感じ？そっかそっか。まあ、なるようになるしかないよ。なるようになる。まあ、千と千尋で言ったら、千と千尋はあれは風俗嬢の話ですよっていう話をしたの。あれは公式だよ。公式設定だね。そう。っていう話をこの前したんだよね。ポニョの話、ポニョはもうなんか文脈としておかしいからな。ハウルとかポニョになってくると、もう設定とかストーリーとかじゃなくて、子供がいかに喜ぶかだけをやるみたいな、ストーリーの文脈とかと、あんまり、変わらなくなってきたっていう感じかな。話が面白い。ありがとうね、2号さん。ポニョ、まあめちゃくちゃだよね、ポニョはね。海の生物、ね、魚介類なのに水道水バシャーって入れたりとかね。お母さん運転荒いしね。あ、すごい世界観だよな。いや、焦ってる。本当に焦ってるよ。っていうかね、花火ね、やっぱ25発は必要だよね。1日花火25発上がんないと採算が合わないのに、今ね、赤字になっちゃってる、もはや。700円かかるの。だいたい8時間放送やるの。なのに一発とかしか上がんないから、もう本当にお金になってないって感じはね、マジで結構どうしようかなって本当に思ってるね。今月はね5万なんだけど、額面では5万売り上げてるんだけど、手元に入ってくるのは4万ぐらい、延長代が結構払ってるから。久しぶりに来てくれたのありがとう、わどつ。あ、そうなんだ。町山さんのインタビューで答えてるんだ。町山智弘さんがね、最初にね、風俗だっていうことを言い出した人なんだよね、もともと。キャスの方がいい？久々に来てくれたのありがとうね、わどつ。まあ苦しくてもどうしたら収入上がる？簡単だよ。みんなが花火上げてくれたら収入爆上がりだよ。花火師さんの花火で収入やってる、稼いでるわけだから。それで、花火ない方が笑顔がいい。いやー、きついっすよ。映画どうするっていうもうレベルないよ、今。生活するのでいっぱいいっぱい。ツイキャスの方が、ふわっちの方が儲かると俺は思ってるね。ふわっちの方が儲かると思う。うちのドクロ昔からいるよ、すけさんって。うちのリスナーさんみんな知ってるよ。笑顔がいい。ありがとう。あ、厳しいね。ちょっと延長代節約させて。申し訳ない。30分ごとに1回1回放送切るよね。マジでちょっと延長代にお金かけてるのも余裕がなくなってきちゃったからさ、ちょっと一回一回30分ごとに枠取り直すね。申し訳ない。いや、お母さん大好きだよ、俺。お母さん大好き。花火ぶっちゃけいらないって、俺花火で生活してんだから。ケンさんそういうスタイルなんだ。松山は日本のテレビはそのことを言わないって怒ってた。まあだろうね。っていうか多分ね、映画を見てる人のほとんどが気づいてないんだと思うんだよね。リテラシーが低いから。他のサイトに進出はあんま考えてないから。いや、もう放送見なくなっちゃったんじゃないかな。多分なんだけど、じゃあ次枠行こうか。もう一杯お酒取ってくるよ。じゃあお酒作ってくるんで、皆さん次枠でお疲れ。おつあつ、とりあつです。